チャールズ・クリストファー・パリーチャールズ・クリストファー・パリーは、イギリス生まれのアメリカ合衆国の植物学者、登山家である。イングランドのグロスター・シャワ州で生まれた。1832年に両親と共にアメリカへ移住し、はじめはニューヨークに住んだ。コロンビア大学で医学を学び、またジョン・トーリーやエーサー、グレー、ジョージ・エンゲルマンの下で植物学を学んだ。 1846年にアイオワ州ダベンポートダベンポートでしばらく医師を始めた後、1848年から1855年の間に行われたアメリカとメキシコの国境地域の学術調査に医師、植物学者として参加した。カリフォルニア、コロラド、ユタなど西部諸州の国境地域周辺で膨大な植物標本を集め、多くの新種植物を発見した。 パリーの発見した植物には、トーリーマツやエンゲルマン頭皮などがあり、恩師の名前を命名した。パリーの名も、パリーピニョニア、パリーエスリリー、パリーエスペンステモンなどに、懸名されている。コロラドの産地での気圧測定を行い、自らは登場はしなかったが、ロングスピークの標高を推定した。グレースピークに初登場し、標高を測定した。 ロッキー山脈のパリーピークの名称は、パリーの名前から取られている。パリーは、植物の学名で命名者を示す場合に、チャールズ・クリストファー・パリーを示すのに使われる。W.H. ブルワー、エクスプロレーションズ・イン・ザ・ロッキー・マウンテンズ・アンド・ザ・ハイ・ピークス・オブ・コロラド、ジャーナル・オブ・ザ・アメリカン・ジオグラフィカル・ソサイティ・オブ・ニューヨーク、ボリューム3ペ a ジーズ193から215 ありがとうございます。